ハイチューブ TV。こんにちは、札幌占い美容師ハイマカシの後藤です。前回に続き今回も、パーマ。今回の方が大切です。何が大切かというと、根元から均等になる、綺麗なパーマのノットの巻き方の裏技をやりたいと思います。前回にちょっと続いてやっていきます。髪型のスタイルは、ショートのスタイルで今回ちょっとやろうかなと思います。では早速やっていきましょう。はい、今回のおすすめするやり方は前回のと混ぜていきます。前回のは少し山切りカットじゃないや、少し、ラウンドするような形で、軽いラウンドする形で取っていった方がロットの収まりがいいですよっていうことをやりました。はい。で、そのやり方でちょっとやっていくんですけども、では例えばじゃあここの2ロットを巻きましょう。ではちょっと巻いていきます。よく見ててください。これ今山切りカットじゃないや形で、ちょっと山なりになるような感じで撮っております。で、ロットを巻きます。巻いていきます。普通に巻きます。で、この最後の一巻き、ここがポイントなんです。これをこの状態でちょっと分かりますかね。少し 1,2,3 回ぐらい、引っ張るんですね。 1,2,3 ぐらい、お客さんが痛くない程度に引っ張ります。 1,2,3。 そうするとどうなるかっていうと、根元からのワンカールの部分がちょっと収まりが良くなります。通常に巻いていくと、内輪と外輪の関係上根元のカールがちょっと弱くなるんですが、これをやることによって内輪と外輪の方が綺麗に収まってくれる、要は、ストレスがない状態で巻けるんですね、髪の毛の。そのストレスをなくすことによって、根元側も綺麗にカールが入ります。はい、ではもう一回やってみましょう。このままこうね 1,2,3 とやって、これをゴムを止めます。でさらに、R ピニングで、早昔流の R ピニングで、このままこっちに入れて止めると、こういう形ですね。これを何度かやって、巻き込んでいくんですね。やりながらぐーっと 1,2,3,4,5 って5回ぐらいやります。いいですか。こうやると指1本開けたところから根元のところまで 1,2,3,4,5 ってちょっとずつ巻いていきます。そうすると根元の最終的なこのワンカールの収まりが非常に良くなりまして、パーマのかかりがよりストレスなく巻かさるので、くるっと入りますね。で、このまま R ピニングというのはこの V になったところにピンを刺して、そのままくるっと丸めてやっていくと、こういうようなやり方になりますね。でそのまま巻いていくとやっぱり内側の毛がストレスを感じてきます、内輪の方が。なんでこの最後のワンカールをなるべくこうストレスない状態で巻いていくっていう形ですね。パーマって意外とテンションかけて巻いていけばいいかなって思うんですが、結構適当にっていうわけじゃないんですけど、ノーテンションで巻いた方がパーマって意外と綺麗だったりするんですよ。だからテンションが意外と伸ばしてかけるのってそんなにいい仕上がりにならなくて、結構力抜いて適当に巻いた方が結構綺麗にかかったりすることがあるんですよね。こう綺麗なニュアンスが出せたりとか、それと同じようにここでこうリラックスさせるんですね。でそのまま巻き込んで、やっていくと。これが僕がやってる、リラックスパーマですね。名前をつけるとしたらこのような感じで巻いていきます。そうすると、結構かかりがですね、ふるっとこうなりやすいかかりになるわけです。
ちょっとした、ちょっとした違いで、本当に何でもないようなところに、視点を置いたりとか、何でもないことを一生懸命考えることで新しい、発見が生まれたりとかするので、日常のね、常にこう考えてることによっていろんなことが生まれてくると思うんで、まあ、そういう考えること大切なのかなと思って僕は常に考えてはいるんですが、まあ、皆さんもちょっといろいろね、僕よりもっといい案がある方がいらっしゃると思うんで、 あとなんかこう、もし動画とか見ててこういう企画やってほしいなとかっていう、まあ、もし僕が分かることであれば、ちょっと意見とかいただければ、もし作れればですけど、そのような動画も作っていけたらいいかななんて思ってるんで、ご意見とかいただけたらいいかなと思います。はい、ではもう遅いですね。もうすでに11時半ぐらいになってしまいましたね。帰ります。ということで、今日もありがとうございました。